こんにちは、塚本です。今日は僕がデザイナーニットを使って編むために必要だと思うもの、つまり自分は何を使っているのかということについて説明したいと思います。またそれをどのようにして入手したのかということについても説明したいと思います。一つ目は編み機です。編み機はやはりそのシルバーリードのスタジオというものがデザイナーニットに相性がいいわけです。でシルバーリードの 4.5mm の機械ですと SK の840という機械が、まあ、その該当する機種になるわけですね。で SK の840という機械は現在でも作られているわけです。これは今はですね、日本ではその正式には販売してないんですけれども、ニットマスターって言ってイギリスの方ではシルバーリードの SK840 という名前で販売されていて、もちろん新品ですね。でそれは中国で作られています。ですから中国の eBay とか、あるいはイギリスの方のヨーロッパの方の編み機の会社から買えばもちろん買えるし、日本でも購入することが可能です。それからもちろんその古いものを修理して使うこともできます。これが一つ目ですね、機械ですね。それから二つ目はソフトウェア。ソフトウェアの方はデザインニット9っていうソフトウェアを使っています。でなぜデザインニット9がいいかっていうと、デザインニットの9というのは Windows の10、つまり今の Windows をサポートしているわけです。これがですね、例えばシルバーリード社が昔出していた7などは Windows 95とかのサポートのために、今の機械でしっかり動くかどうかってなかなか不明確なわけですね。で今の機械というのはパソコンという意味です。ですから今のパソコンで確実に動くっていうのはとっても大切だと思うんです。それなんで Windows 10で動く、まあ、ソフトとしてはデザインニットの9、つまり一番新しいバージョンを入手しなきゃいけない。これはその普通に何て言うんですかね、ソフトバイトっていうこのソフトを開発している会社のサイトを訪れればですね、簡単に誰でも買えるわけです。もちろん無料じゃないんですけれども、ちゃんと買えます。それから3つ目はソフトウェア、コンピューターと機械をつなぐためのシルバーリンク5っていうそのインターフェースボックスがあるんですね。それはパソコンに USB でつながって、それでそのシルバーリードの SK840 のキャリッジの上にケーブルを挿して、そして USB で、まあ、Windows と直接つながると、そういったインターフェースが必要なわけです。でこれもそのソフトバイトのページから購入することができます。で、まあ、そうやってざっと作っていくと、そのなんていうんですかね、ニット製品が結構簡単に作れてしまうわけです。つまりニット製品の製図っていうのはどっかにあるその図面みたいなものを写して、それでデザインニットの中に入れてやって、であとは編めばそれぞれの大きさのニットの断片ができるわけですね。でそれをつないでやる必要があるわけです。もちろんそのなんていうんですかね、正しいつなぎ方っていうのかな、ニットのプロの人たちがつなぐ正しいつなぎ方もあるんだけど、工業製品なんかの場合にはリンキングマシンって言って、そのリンクするニット製品の編んだものをつないでいくためのマシンがあるわけですね。でそれは今はそのイギリスのハーグっていう会社があって、イギリスのハーグから買うと普通に買えるわけです。でこれはもうなんていうんですか、新品が普通に、まあリーズナブルな値段でっていうか買えます。で私は手動式のものを1台と、それから 3.6 ミリ用の電動式のものと2つ持っていますけれども、手動のものでももう十分使えます。でこれもそのハーグっていう会社のホームページから簡単に買うことができるわけです。つまり、私が使っているのは編み機はシルバーリードの編み機を使って、デザイナーニットのやつのいろいろなものはソフトバイトから購入して、でそれでいろいろな、まあ、こういうセーターとかそういったものをのパーツを編んで、編んだパーツはリンキングマシンを使ってカチャ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 っと
けてしまうと、そうするとだいたい1着1日ぐらいでできるわけです。で、ですからその凝ったものを作るというより、作りたいものがもういつでも作れると、そういった環境にするために今言ったものを使っています。ではそれぞれのものについて、説明していきたいと思います。でそれぞれの方法、ものが入手できるものについての入手の仕方とかはそれぞれ個別の YouTube のビデオに分けてあります。ですからそれをご覧いただけると助かります。よろしくお願いいたします。